ナシオン宮殿元老院はベルギーの上院。大議員と共に連邦議会を構成する。議事堂はブルッセルのナシオン宮殿。議会は選出方法がそれぞれ異なる議員から構成される。選出方法及び定数は2014年より変更され、以下の3つから構成されている。以前は一部の議員が直接選挙によって選出されていた。 1998年から2010年までの選挙ではオランダ語圏から25名、フランス語圏から15名を比例代表制により選出していた。1993年の憲法改正以前は大議員と元老院は同じ権限を持っており、法案は両院で可決しなければならなかった。1993年以降は政府の権能、国際条約、 君主制に関する事柄に関しては大議員と同等の権限を持ち続けているが、その他の法案は大議員の議決が優先される。1995年の改革以降は、良識の府と位置づけられ、大議員を代替するものではなく、提言期間に近いものとなっている。また、予算の決定に関しては、大議員の専権事項となっており、元老院は権限は持たない。そのため、 ねじれ国会は基本的に発生しない。議場現在の議会の構成は2019年5月26日に行われた大議員と地域言語共同体の選挙結果を受けたものである。任期は4年で、非選出議員は定員60名。加えて自身の権利による議員3名が存在する。2020年10月より議長は フラームス自由民主のステファニー・ディー・ホースが務めている。太とじが与党。ドイツ語共同体選出議員は MR に参加。ありがとうございます。